えー、こんにちは今回はね働き方の変化と夢占いについてお話ししようかなと思います働き方の変化ってのはどういうことかっていうとまあもうちょっと前はね昭和の時代っていうのはあの代わりの利く人材が重宝されたんですよですんでもう50人とか100人がドサーッと集まって頭数ですよねみんなが同じ役割をしてみんなが同じ機能を果たすとそうすると1人2人かけても大丈夫っていう状態ができるんですよまさにこれね軍隊式なんですよね 軍隊行って「進め!」とか言ってこう司令官が命令すると一兵卒がバーッとね敵陣になだれ込んでいくんですけども一人や二人まあ死んだところでね作戦は遂行できるんですよ。で時代が変わって今は何かとというと人のの代わりのできない人が徴用されるようになるんですよ、ねまあそうなるとベンチャー企業とかちっちゃい会社とかになってくると自分が休んだらもう現場が回らないみたいな状態が本当に起きるんですよね。 つまりりは誰も自分の代わりがでできなない状態なんですよ。それは平社員でもそうだし役職があったら、うん、特にそうなんですけどねどっちかって言ったら社長ががいいななくても大丈夫みたいな状態が出来上がってしまうんですよね。まあ、そういうふうな働き方の変化があって、えー、昔ながらの、うん、みんなができることを自分もできるよっていう人はちょっと選ばれなくなってきてるんだろうなと思うんですよ。まあ、ですんでね吉谷さんとかもそうですけども吉谷さんらしさっていうかね他の人では打ち出せないような伝え方とかコンテンツとか表現方法 こうういいったものが多分売れる秘訣ななんだろうなと思いますよ、ね、で無数に商品っていうのは成立されてますけどもで私たちが狙うのってあの全国チェーンと同じじ土俵に上がってるわけじゃないですよね。だから裏通りの飲食店なんですよなんかこう、ね、椅子とかねぶっ壊れて、えー、座るのも難しいなみたいなねでテーブルもちょっと歪んじゃってるみたいなで今日もちょっとね食事行ってきたんですけども暖房があの昔のね石油ストーブなんですよ あるかみたいな今更しかもエアコンあるんですよで貯蔵庫が普通の冷蔵庫なんですよ家庭用のうんでなんかねちょっと調味料使おうかなと思ったら味しようとか言って「あダイソーに売ってるやつじゃんこれ」みたいな <laughs>、まあ、そういったローカルなところで売ってますんで「あいいねこういう店」みたいな「あさすがこの商品欲しかったんだよ」みたいなねそんななんかニッチなものなんですよねきっとうん,なんかこうチェーン店で展開してる店では いくらでも商品売ってるけど、あ、そういうんじゃないんだよなみたいなのを私たちは打ち出せるってことですよね。標準化されてない。ちょっとおかしなやつが <laughs>。ね。だからあの裏通りの汚い店みたいなイメージですかね。うん、だから駅前大通りのね、あの立派なところでご立派なところで、えー、堂々と商売できるような遅延店ってのは、まあ、それは本当に大量生産、大量商品の名残だと思いますんで、どこの土地に行ってもそういうのあるよねみたいな感じなんです。それが安心する人は大半なんでしょうけども、私たちはもうなんかね、独自の道を行ってると。 少ない人に熱烈に歓迎されるみたいなね。まあ、そこを狙ってるんですよね、きっとね。はい。じゃあ、夢判断。夢、えー、占いですけども。なんかね、夢占い私も受けたことがあって、うんなんか、尾道にね、占い館っていうのがあって、そこにサラリーマンの時に行ったんですけども、どんな夢を見ましたみたいなことで、まあ、聞かれ、聞かれたんでね。あと答えたわけなんですよ。それは宇宙人の惑星に行って、そこで、えー、家庭を作ってね。で、えー、家庭を作るかたわら、自分の子供たちが、 原爆を作ってそれを地球に落とす夢を見たんですとか <laughs> 他にもいろいろあったんですけども <laughs> そんなことを話したらさすがにすいません占いができませんとか言ってねお金を返してもらいましたけどね、うん、だから夢占いも得意分野があって、まあ、恋愛ですとかね仕事のこととかねごく常識的な占いっていのがあるんですよだから占いに常識っていうのはおかしい話ですけどね占いもそういうものが非科学的なものなのにそこに常識を求めるっていうこのね常識のなさですよ まあでもねあの占いってものが世の中に存在して宗教っていう非科学的なものがあって運っていう非科学的なものをみんなで信じていてそれを体系ができないだけでねなんかあるんですよねきっとね、うん、よく言いますよねなんかね議論が白熱すると感情論だって言いますけど人間なんだから感情論で物ものを言ってるんですよみたいな理屈だけで人は動かないでしょって公式だけで答えが出るんだったらこんなに簡単なことはないけども人間は感情があるから戦争が起きるんでしょ飢餓があるんでしょシンプルさがあるんでしょみたいなね <laughs> まさにそのリズミでね感情を説明するとね、うん、なんかすごく寒いなという覚えがありましたけどねではい、いやまあまだ残り半分ありますんで今日もくじけず行ってみましょうかいってらっしゃい